だから、その、うちの関係者と分かってる人は、そういう、役中のやつらに脅されてる可能性がある。やぶやびっちゅうか、もうヘビやぶやな、どっちかだ。だから、通報したらいい。警察に、事務所に駆け込んでもいい。な、警察の方がいい。あ、そうですか。じゃあ、警察行ってください。おっしゃると。でも、その、被害届出したら、完全に役中やから。な、今の説明なかったよ。だから、怯える必要はないで。絶対逮捕できるし。だから、堂々としてね。うちの関係者がはっきり分かってるから。敵は完全に役中やから。こんなんを彼らは防ぎたくて、麻薬中毒になる。こっからちょっと同情論やね。うちみたいな技術、知識、哲学、人生。を読むと、ゴミって言ってすると、立ち。ロックにすると、ま、能力。ですから、パワー。パワーの違い。ま、立場の違いになる。そこうちまとめる感じや。ま、立場って言ったら、もう、あらゆる筋がうちが本当は、それから虫って。わかってる。それ違う。で、実際まとめる感じであるっていうことの力の差がある。対して何や同じような体やんか言うともあなた方の体はもともとうちの大差をやるからその意味で絶対の能力の差あなた方の病気が癒えていったら私はどんどんあなた方の体をうーって使えるねあなた方が自害に侵されてよ脅威されていなり状態だからうちの力が制限されてしまってねカビが入ってる感じ錆びてる感じで皆様が錆びを落としていったら皆様の体、余裕でうちは使えるような。錆びない体って、小泉京子がね、昔、宣伝でたかな。本当に小泉京子が錆びない体、冴えない体じゃなくて錆びない体は、うちがここに、なんか小泉京子悪いの。どうも動くなかったね。っていう状態。そんな大げさなことは、大きいんでいろいろ制限やることがあってんの。本当は起きちゃうからね。だからうちの能力相当制限されてんの。正しい勢力から、まあ、正しいっていうか、ちゃんと管理しようと一生懸命になってた、ね、誠意あるグループがあって、天皇ちゃうで、あんたらの延長やねん。あんたらの延長戦が出るんで。ずっと、この時代の前をね。だから、悲惨な面を持つ。で、各天皇の死に方も悲惨な死に方させられて、だって、所詮決めだ。君らは天皇家が一番楽とも犯罪の昔。しかも、あ、こうやって尊敬される代わりにほっとかれるですよ。安全そうだし。大王じゃないから他の国の王みたいに一生懸命戦うんでるし。本当に、精神病院の最高のベッドが天皇家。君らはあの立場に憧れる。どうしてアウェイだから君らはうちのところ。自分のまとめとしたのか。で最高級のベッドでね。それが天皇。大王やったら困る。大王であるって言われたら必死で逃げるとする。そんなこと要せんから決める。精神病患者。戦になったら最高責任者で、いざとなったら突撃って自分が行かなあかん。向こうの最高級の戦士が来て、敵の大王の容体で来てこっちにそれにふさわしい勇士がおらんかったら大王がいいですから。あんなやつみんなでやっつけろって。それは最初はできたの。大王みたいにしてください。向こうはいつも勇士一人で大王勝負しろって言ってきたの。うちの大王が、お前らあいつらにどっちなんて、そんなん繰り返してるうちに士気も落ちるし、大王への忠誠心も失せ果てました。それだけの時間もかか